新しいパート始めるたんびにこう音楽がいい足出してますね。さあやっていきましょうか。あ、いけない、早速いけない、一本道ですよね。おお、あ、え、あ、ここだったのか。我生きとったんかい。もう死に出るみたいな感じになっちゃってますけど、あーあーあーあああ、わた死に近づくな。はい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 。本当はあそこになんか麦うんぬんかんぬんって頼むよ。頼むから動いてくれ。あ、わかった。エレベーターの人だ。私だ。しまった、まさかネクワストは。エレベーターにボタンがないんでしょ。なんで知ってるんだ。ミーとブルーホースが直すのを手伝うよ。マジか。いや本当に助かる。避難者たちがこれを待ちわびてるのさ。俺のこともな。だがもうここに何時間もいるのに何一つ解決できやしない。避難者って。ほら西のアパートから来たやつらさ。昨日四角形のせいで居住地がめちゃくちゃになったんだ。そう、今はみんなカフェの方にいる。早く地方に連れてってあげたいんだがな。地表にある図書館はこういう時に避難用の場所になっているのさ。そうなんだ。あれ、そのアパートでジャック何か見つけなかったっけ。ブルーホース、あー、パラン、はあ、ボタンを直すのにまた別の方法を見つけなくちゃだね。ブルーホース、うわって、あれ、あぶねー。ブルーホースで別の道を探さなきゃダメみたいだね。でもこの区域だとエレベーターはこれしかない。何か考えてみる。あらあら、どうしよう。とりあえず行けるところ行ってみるしかない。あ、これはお休みタイム。ダメダメダメ。なるほど、あ、いけなくなってんじゃん。なるほど、1回目の知恵は通用しないっていうことですね。すごいな、この四角形。四角形の正体なんだろうな、何なんだろうね。映しちゃいけないね、モザイクばかりということなんでしょうけど、とりあえず、あ、いる。あ、いや、救世主さん、そのタイミングがちょっと悪かったね。昨日ね、西区域にあるアパートが四角形のせいでみんな壊れちゃったのさ。ひどいだろう。あ、でも避難者はなんとか無事だったよ。ひとまずここで生活してもらってる。あ、それだけ。まあカフェってそうで、君も避難者なの。あ、このペンギンさんって。Hello. Hello. やっぱり汚い声だな。いつもと変わらないね。この人いたっけ。頭おかしなやついる。ちくしょう、引っ越してきたばっかりだったんだぞ。この後どうすりゃいいんだよ。ちくしょう。あの人すごいね、綾小路君丸さん。両親が仕事に行っている間にアパートから避難しなくちゃいけなくなって、だから迎えに来てくれるまで待っているの。無事だといいけれど、まあ私にはこのロボットがいるか。うわ、四角のせいで人々は避難した。避難のせいでこの子は悲しんでいる。すべて四角形が悪い。うん、でしょうね。いや、こんばんは。私だけなのだろうか、とても肌寒い気がするんだが。ねえ、そんなこと言うから。すごく寒くなってきたよ、ブルーホース。スカーフがあってよかったな。うん、もうちょっとで充電。あ、すでに、まっ、たく不愉快だ。植物は置いていかざるを得なかった。最悪だ。そうなんだ。あ、植物といえば予告
はツタで風に覆われたと聞いたが、それは真実なのか？うん、植物のお姉さんが大地が崩れないようにって。植物の精霊？メイズのことか。ハウステンボスかな。なるほど。それで彼女は今どうしている？そうか、行ってしまったのだな。最後の力を使い切るって。そうだろうな。彼女はいつも我々を守るために尽くしてくれていた。特に何もなく、この人ね、その何か作ってきた。あ、大丈夫、ありがとう。パンケーキないっぱい食べられる。そんな時間ないよね。おお。ってことは、やっぱり、まあ、要するに、そういうことだよね。右上に行きます。で、また、お前の小さなおつむで考えてみるといいさ。っていうことを急に言われて、めっちゃディスられて、ショック受けるんだろうね。頭時計さんはやっぱりいたよ。さあもうじき終焉。あの、他の避難者と一緒にいなくていいの？多分ね。大きな時計はもう0時を回ったかしら。すべてが終わりを迎えるまでここにいたいの。めっちゃ速度くや。私には構わないで、もう時間がないの。全然アイテムがない。いいやん。地表のとの連絡が途絶えました。何もできません。これはコンピューターか何かかな。全然アイテムがないだっちゃ。私のホッチキスを取ったのは誰じゃ。メモ残してても多分誰も取った犯人を返してきてくれないと思うんですけどね。で、こっちに行くと何もないから、こっちに行って、で、何これ？鍵がかかってるよ。パスワードが必要みたい。パスワード入力するところの上にドキュメントって書いてあるよ。またドキュメントから取ってこいってやつか。はい、違った。はい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 。またどうせあのパソコンで、チュイーン！ようやく来たな、ブルーホース。お前のおつむを試す時間がやってきたぜ、ベイベーって言われるんだろうな。ここまたテク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 歩いてたらなんかあったりするのかな。あ、この音楽懐かしいね。チュルルーンってやつね。何も起こらない？マジで何も起こらない？本当に何も起こらない？何も起こらんかったってことは、ドキュメントにまた何かがあるんだろうな。で、これであれだろう、時間制限が始まってさ、何分以内にやらなかったら、チュドンバコンベコンってなっちまうってやつだな。さあ、気合い入れますか。ひょ、マジか。ちょっと待って、じゃあ、ごめんなさいね、皆さん。ドキュメント見に行ってみます。あんのかな、ドキュメントに。ドキュメントに、パスワード、ドキュメント、マイゲームズ、ワンショット。9月の、今日は、何日？これは読ん、ちょっと待ってね。これ読んだことあるやつ？なんかね、あった。あったけど、読んだことあるやつかどうかがわからない。いや、違うな。え？みんなに伝わるのかな？これまた同じ？また同じ？ちょっと待って待って待って。なんかね、今日の日付のパスワードが出てきてるんですよ。ということは、ここまた、ちょっと待ってね。ほいほいほい。ドキュメント。ってことは、これ、これまた同じだったとしたら工夫ないよね。いいのかな、それで。違ったら、ベベーってなるってか。これだと思うんだよね。あ、違った。え？あれ、俺今何て言った？あれ、俺間違えた？あ、間違えたっぽいね。
SOI。 あれ一緒だった？え？これミスしてる？あ、I じゃねえな、これ L か。これどうやって戻るんだ？ X を押して、あーなるほどなるほど。ソルスタイス、え、違う、ソルスタイスってやつか。うんうんうん。タイス。まさかの一緒？ピーン。お前一人で脱出すんのかよ。こっちは赤色、これは緑色。 This is purple。 これは青色だよ。いや、分かっとんがな。このエレベーターボタンパネルのドアを叩いてもいつもこうすれば開くのに。開けご、ま、あ、天井からレバーがぶら下がってるよ。ぴょんぴょん、やっぱ届かない。あれに手が届く人を呼んでこようよ。呼ばなくてもこれ使えばいいじゃん。ほれ、背が高い人って、でも誰でもいいんじゃない？あのエレベーターのおっちゃんじゃダメなのかね。エレベーター他の階で止まったままなのかな。これ長期になる本で、これに関しての色のなんかは言ってくれないっていうね。じゃあ、あれに手が届くくらいの人をガールで縛いて持ってきて、縛くなっちゅうの。カカ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 カ。ほい、こんばんは、私、ああ、はいはいはい、わかったわかった。役立たずに興味はねえよ。でもあれに背が届くくらい高いお兄さんって、でも、あのお兄さんじゃないの？なんかさ、ほら、あの、街灯に火をつけたりなんたりとかってしてた人じゃん。ほらほら。エレベーター見つけたよ！え？マジで？この区域で他にエレベーターなんて見たことないぞ。鍵がかかってた部屋にあって、はぁ、それで、動くのか？まだわかんない。片方のエレベーターにレバーがあったんだけど手が届かなくて。あ、お兄さんならいける？え？お兄さんならレバーに届くはず。だってミーより背が高いんだもん。あー、そうかもな。じゃあ道案内してくれないかな。うん。いやー、素晴らしい、ぴったりフィット。そしてなんかもう後ろに斬鉄剣みたいなのつけてる。斬鉄剣じゃないけど、すごいな、すげえストーキング能力。ちょらららららら、どうだ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 、全部ついてくるやん。無理やな。まさかのパコンピューター落ちてるというね。お邪魔しまーす。いらっしゃ。え？え？お兄さん？お兄さん？お前、本物のお兄さんか。103番目のお兄さんとかじゃないか。この部屋、なんだか寒気がするな。あ、ミーと一緒だ。そうだな。それで、何をすればいいんだっけ？あのレバー届く？ああ、あれか。なあ、あんなに背が高いわけないだろ。もしかしたらと思ったんだけど。いや、いけるかも。ほらほら、やっぱり。やったー！ありがとう、お兄さん。どういたしまして。で、一緒に来るのか？うん。え、ちょっと待って、この青色は後で来るのかな。まあ、とりあえずで、またあの謎の沈黙時間と思ったら全部スルーだったね。ああ、よし。うん、このレベーターちゃんと動くみたいだな。じゃあ避難者を呼んでくるかな。うん。あれどうなってる。いやまさか、四角形か？こっちには一つもないけど。ドアのすぐ外に奴らがいるのが聞こえる。うん。ちょっと待っててね。ミートブルーホースでなんとか。いや、いい。大丈夫だ。エレベーターの中に四角形はないみたいだから、今のところは。君は、急いでるんだよな。なら、ほら、早く行きな。でもお兄さんは？俺は、まあ、なんとかするよ。わかった。とりあえず、球根ロコンに会いに行かなくちゃいけないんですよね。球根ロコンどこだったっけ？このドア全然、え？
あんだよ、骨折り損のくたびれ儲けかよ。こっちからちゃんと行きなさいってことですね。ガン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 行かないよ、まだ。ちちち行かないよ、ガン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 。なんかどん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 進捗されてって、まあなんていうかその、前みたいに、一周目みたいにあれですね、こう、なんて言ったらいいんだろう。やめて！絶対にダメ！研究所いつ崩れてもおかしくないのよ！話してください。あらー。セドリック？セドリック、あれですね。あ、姉さん、救世主なんて、まあ最悪なタイミングで。さあここから離れましょう。え、どこに行くの？他のみんながいるところよ。あ、なんか連れてかれた。ようこそ図書館。きっぱ、帰ってこられたのね。本当に心配した。私、サイコロの目全自分の目なの。え、そう、救世主を見つけたのね。ええ、さっきの子は研究所に入り込んでしまった後、たまたま救世主とも遭遇したの。あの子、止められなかった。どうしてあそこまで必死だったのか理解できないわ。セドリック、ロボットをもう一度作らなきゃって言ってたよ。あら、あの子のこと知ってるの？うん、ロボット、それって、白い髪をしていて、頭にゴーグルをつけている男の子のこと？それ、セドリックだね。彼、奥の部屋にある本がどうしても必要で、緊急だっていうもんだから、渡したらすぐにやる気ムンムンよ。はぁ、止めておくべきだった。彼、無事だといいけど。本当に無事だといいわね。運が良ければ研究所がギリギリ持ってくれるかもしれないわ。おー、嘘でしょ？あれ、あれってもしかして研究所？あのバカ、そんな、セドリックまで。あいつ、あなたの友達だったのに残念だったわね。地上に着いたらすぐに誰かを探してってセドリックは最後に見行かなきゃ。そんな、あそこには行ってはダメよ。でも、ああ、なんとか言ってちょうだい、キップ。ジョージの言う通りよ。四角形はね、街にある強度の弱い建物を標的にしてるみたいなの。図書館だけなのよ。崩壊に耐えられるだけの強度を備えているのは。だから、状態がもう少し安定するまでここにいた方がいい。その安定にどれだけ時間がかかってもね。でも、そしたら、ミーの使命はどうなっちゃうの？太陽を取り戻したくないの？はぁ、あ、でも、もし太陽を取り戻したとしても、四角形はなくならないのよ。そうね。わかってると思うけど、あそこにたどり着くだけでも一苦労なのよ。世界がこんなことになっている今、塔で何が起こっているかなんて誰にもわからない。しかも、私たちの救世主の身に何か起きてしまったら、私は絶対に自分を許すことができない、できない、はあ、私の友達がね、ずっと前に言ってたことなんだけど、世界は自然に死なせるべき。どんな生き物であれ、そんな重荷を抱えるべきではない。その時はバグコードの影響でそう言ったんだと思ってた。でも今ならわかるような気がする。救世主、ごめんなさい。本当に、本当にごめんなさい。ずっと、みんなの希望と信頼をあなたに背負わせてしまった。あなたがこの世界に迷い込んできた子供だっていうことを都合よく無視して。あの、誰よりも一番怖いと感じてるのは、あなたよね。私たちはこの悲惨な状況にずっとされて、ってきたせいで、もう何も感じなくなってしまったの。でも、あなたにとってはすごく恐ろしいはずよね。それに今、私たちと同じように、
ここに閉じ込められてしまってる。この世界を救ってくれと頼んできた人たちに、今度は引き止められてる。私たち、どんだけ面知らずなのよ。そんなの、気にしないで。ミーは、初めてこの世界に来た時にね、ずっと前のことだけど、あの時は早く家に帰りたいってずっと思ってたんだ。ブルーホース、覚えてる？本当に最初の頃、神様にはどのくらい前のことかわかんないけど。でも、旅をしていくうちにね、その、よくわかんなくなっちゃったんだ。どうして家に帰りたいんだろうって、この世界がもうすぐ崩壊しちゃうかもってわかってても、ミーは、みんなに幸せになってほしかった。だから、家に帰れって言われたとき、なんだかよくわからなくなって、けど、ブルーホースのことすごく信じてたから、でもそしたら戻ってきちゃった。あなた、何を言って？その後、世界がこんな風になってることを知ったんだ。はぁ、あ。話したことは忘れて、プロトタイプは言ってたし、セドリックもあんまり気にしちゃダメだって言ってたけど、でも、神様に当たっちゃってごめんなさい。鉱山にいた時、神様がね、何もかも知ってて、それでもこういうことを続けてるのが、すごく残酷に思えたんだ。でもそしたら気づいたんだ。神様、本当は世界とミーを両方とも救おうとしてくれてたんだね。でも最後はどっちしか選べないんでしょ？そんなの、神様だって辛いよね。きっとそうだよね。世界が壊れてなくても、選ばなきゃいけないのかな。それでも、どっちか選ばなきゃいけないのかな。でも、もしそうでも、ミーは、この世界を救いたいよ、ブルーホース。今回の旅がどんなに危険でも、どんなに今までのあった人たちがもう、ブルーホース、ミーはもう、怖くないからよ。だから、ミーを行かせてほしい。絶対に大丈夫だから。ダメかな？そこまで言うならやってごらんなさい。引き止めるのは良くないよね。まあ、ジョージがそう言うなら。そうね、行ってきなさい、救世主。でも、必ず気をつけてね。約束よ。うん！みんなも元気でいてね！さあ、出発！と言いたいところではあるんですが、時間も時間でいいところになってきましたので、本日はここまでにしたいと思います、ルエという存在にそろそろ会えるのではないかなと勝手に思っているんですけれども、まあそろそろね、彼女たちも会ってさらに物語を奥深く進めてまいりたいと思います。ということで、とりあえず次回のパートのスタートは、この頭の怪しい人たちに声をかけるところから始めていきたいというふうに思いますので、まあ、一人一人ね、声をかけていって、スタートしていきます。ということで、本日も動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。